はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、ルコと申します。この度私の登録者数が、5000人を超えたので、企画をやらせていただきたいと思います。イエーイ。で、今まで、皆さんにコメントを募集して、それを歌詞にして私が歌にするっていうようなことをやっていたんですけど、今回ちょっと新しい試みで、皆さんに、まあストーリーだとか断片的なシーンだとか、まあこういうキャラクターがとか、こういった人がこうするとかっていうような、まあちょっとまあ切り取り方はいろいろとあると思うんですけど、絵本になり得るような材料をどんどんコメントしてもらって、それを見ながらですね、私がつなぎ合わせて一つの物語にできたらいいなと思います。で、完成した暁には、私絵を描くのが好きで、それ用の絵を描いて、ちゃんと絵本自体での紙芝居にして皆さんのところにお届けしようかと、紙芝居動画ですねにしてお届けしようかなってちょっと考えてます。あと、まあちょっともっと秘密の話っていうか、もっと全然詰まってない話なんですけど、もしその絵本できた時に希望者がいたら、もう現物を作ってご自宅のご住所に郵送なんてこともできたら、すごく記念になっていいかなって。まあそれはね、まだ全然作った後の話なのでね、今はこの物語をですね、絵本を作ろうとして果たして作れるのかっていうようなところの壁から越えていかねばならぬところですけれど、まあなんかなんとかなるような気が持ってます。で、皆さんよかったらアイデアをね、アイデアとね、こういうお話があったらいいなっていう、こう思いの膨らみをここにどうぞ存分に活用してくださればと思います。詳しいことは概要欄に書いておきますので、まあ、よければね、期限の話とか、まあいつまでにやればいいとか、どういうことはダメだとかっていうのは概要欄の方でお話しさせていただきたいと思いますので、どうぞそちらご覧ください。じゃあ告知こんなもんで終わります。見てくださった方どうもありがとうございました。よかったらご参加お願いします。はい、バイバーイ。